昭和の大スターってすごいなって思ったのはね、やっぱり中ではこの人ですね。大橋巨泉さん。僕、お笑い頭の体操とか、クイズダービーも3回出てるんですよ。クイズダービーはね、10万点僕3回超えましてね、取っ払いっつってね、その日にさ、放送終わってね、収録終わって10万円を現金でもらったこと覚えてますけどね。この大橋巨泉さんなんかね、収録が遅いとか言ってね、怒って途中で帰っちゃったんですよね。それでプロデューサーが追っかけてってね、途中でスタジオ戻ってきた時、なぜか僕にお菓子を買ってきてくれたの覚えてますけどね。大橋巨泉さんのこのメガネっていうのは当時、伊達メガネだったんですけどね。まあ、気の短い中には小煩悩で僕にお菓子を買ってきたっていうのを俺なんとなく覚えてるんですけども。